よし、どうも、アクションさん、タイコ、シャイちゃんと、アオヤディリス。はい、どうも皆さん、はい、くら寿司でエンドレス制限。もうさっぱりしてる。久しぶりのエンドレス企画でございます。久しぶりというわけです。まあこのルールはね、1000円分をひたすらエンドレスで食べていくっていう企画でございます。まあ、ついにね、こうくら寿司でやっていこうかなと。ああ、やってないのか。いろんなとこやってるので、やってるように思うんですけど、やってないんですよ。まあ、年明けできたら大丈夫、大丈夫。そう、もう全部リセット、あ、リセット。そうそうそう、じゃあもう好きやとこまたできるってこと。そう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 。まあ、というわけで今回はくら寿司さんでやっていこうと思います。はい、じゃあ一旦に同じのピース。そうだね、オッケーオッケー。なるほど。次のターンにはまたそれは注文できるという形でやっていきましょう。はい、というわけで早速やっていきたいと思います。それでは、いきます。はい、というわけで私のターンでございます。やっとですよ皆さん、クラロワイヤルの商品をね、食べることができるんです。いつもなんか食べようってのに売り切れてるっていうのがオチなんですけど、今回は頼むことができました。メニューを紹介したいと思います。サーモン、マグロユッケ、肉厚ホタテ1貫、特大トロサーモン1貫で、いちごのシュークリームでございます。やばくないこのボリューミー。ずるいって。まあでも20食なんで、君らの頼むのはギリあるかないかじゃないですか。2回使うか使わないかちょっと気が引けるやん。そうだ、限定20個とか言われたら。さっき更新やったからワンちゃん聞いてるから。あー怖いね。聞いてる。あーお前のせいだ。お前が最後の1個だな。よかった。で、今回制限時間10分でやっていきます。早いよ、10分。準備 OK。 はい、すんげーイケージを10分用意スタート。いただきます。先にちょっとマグロユッケからいただきます。言わずもから安定ですわね。安定のかな。寿司だからね、10分あれば余裕ですよ。そうよ、マッシャー半分がシュークリームで占めてるからね。確かに。値段で言ったらでもこれ意外と重そうだけどね。そうこれね、下カスタードだからさ。あ、やば、生クリームだけじゃないんだ。普通に考えてみ、530円のシュークリームが初めて聞くかもしれない。まあなかなか高級だよ。行っても300円じゃん。コンビニでももっと安いもん。安い安い。うん、やっぱサーモンだね、刺身は。これ特大、油すごいぜ。油すごい。うっす。このね、身が大きなホタテ。美味しいね。さあ皆さん、お待たせいたしました。本日の主役ですね。いただきます。うまい。おやすみ。ああ。あ、イケゴが入ってるから。あ、うん、そうね。崩れ。あ、でもクリームうまいわ。超いい香りするじゃん。おすすめはしません。あ、俺らに。そう、うん、みんなにおすすめする。あ、みんなにおすすめする。よし、まあまあまあ。はい、ごちそうさまでした。4分40秒めっちゃかかってんだ。あ、これね、半皿分ぐらいの重さ。そんなにびっしりだよ、カスタードとクリームが。よし、では続いてしょっちゃんです。行きましょう。ということで、注文しました。僕が頼んだのは特大トロサーモン1貫、特大切りサーモン1貫、ノルウェー生サーモン、エビ、生き締めアナゴ1貫、赤エビ1貫、エビアボカド、納豆ユッケ軍艦、ハマチです。すげえ。僕はちょっと他の企画もあるんで、あ、ちょっとそっちも考えて、かつ腹を満たしたいっていう欲のままに。まあ余裕があります。余裕があります。あともう一体行きたいっていうところで、多分ハヤテが潰れてきてる。なんでそのそういうシステム。それでは10分間どのスタート。いただきます。じゃあまず特大トロサーモンから。うま、ん、すぎて鼻水出る。めっちゃうまい。叫みが強い。うん、これまた別特大切りサーモン。うん、分厚。ちょっと待って、腹減った。納豆ユッケ軍艦食ってくれ。もう俺のこと好きすぎだわ、フランス。いろんなの出してほしいって言ったら、多分俺ならどうだ、なんか出してくれたの。こういうのもできるんだぞ。そういう対抗する。じゃあいただきます。候補部見てる。ちょっとこれ作ったやつ会いたいな。おお、それはどっち。美味しすぎる。美味しすぎる。いや、まあ言ってしまえば普通。でも納豆の普通ってさ、何足しても贅沢になるやん。まあそうだよ。それユッケ感あるわ。ユッケ感はない。ユッケ感ない。そうだね。卵かけた納豆と一緒。おお、大丈夫、それうまい。正解です。ちょ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 、喋りすぎ。え、アナゴ、うまっ。
エビアボカド。これね、俺絶対食べんだよね。うん、うまっ。え、5分切ってる。4分結構経ってるかなと思った。これ腹いっぱいになった時やばいんだよ。寿司腹いっぱいになった時、完全にきついから。我々ね、プチシャリはね、しゃばくてやんないんだよ、絶対に。ラスト、赤いビッカ。うん、はい、ごちそうさまでした。はい、残り2分48秒でした。ちょっとゆっくり食べちゃいましたね。あー、BTS の…あ、揃ってない、まだフィギュア欲しい、フィギュア。今回、皆さん、クラッシュは BTS コラボです。まず、なんですか。あ、ウソギじゃね。どこだ。ヤバマンボウ。マンボウ、誰、どなたでしょう。どなたでしょう。マンゴーさん。これ、ペテしかわかんない。あれ、そうだ、ペテスじゃないよ。いや、知らん。ペテがまだ女の子、男の子なんかわかんない。ペテは BTS の。あ、そうだ。やばい、これ違ったらマジ殺されそう。わかんない。はい、ということで、3ターン目私行かせていただきます。注文したのが、リンゴジュース、炙り本マグロ1貫、生き締め穴子1貫、うな丼の握り1貫、天然本マグロトロ1貫。お高いです。もうこれでやっぱ大事だ。大事。じゃあ行きますよ。はい、10分間用意スタート。いただきます。うん、うまい。うん、穴子よ。これリンゴさんの終わりか。これ200円。すごい。次はうなぎ。が大きいよ。で、うん、16貫食えるところを4貫食ってないです。そうじゃない。この贅沢さを味わいながら食べた方がいいと思う。どっちも力んだ。おい、この企画の席は考えやがる。あぶりよし。もうん、最初だから全然あぶりもちゃんと美味しいよ。結局ね、中トロもね、最初しか食べれないから。そう。めんめん、どうしたどうしたどうした。冷たいもの飲んで。あー、いってー。クソ高級なのはないよ。はい、ごちそうさまです。はい、残り5分55秒。お前、555ゾロ目じゃん。ファイス今、一人一人の胸の中。というわけで、注文いたしました。紹介しましょう。ゆお、気まずいな。紹介します。俺のこと嫌いやん。僕が頼むのは納豆ユッケ軍艦、天然本マグロトロ一貫、贅沢いくら、うま蒸しホタテ、ストロベリーミルク。それではいきましょうか。10分用意スタート。いただきます。僕最近ね、イクラにね、ハマり始めたんですよ。ハマり始めた。ハマり始めてないな、戻ってきた。子供の時イクラしか食ってなくて、久しぶりにこの間食ったらちょっとハマってしまいました。うまいね。昔は100円で食べれたのに、もう200円っていうね、値段が高騰してしまった。そっか。うまっ。納豆醤油は？いや、なくない。ユッケだよ、入ってる。入ってないの？入ってないべ。ちょっと入ってなかったと思う。なに？俺はあのユッケダレが好きなんだ。いや、あのユッケダレ買えたら買う。買えたら買うね。うるせえぞ、うるせえぞ。いただきます。うん、なるほどね。しっとうがないユッケマスター。うまいよ、もちろん。うん、けどユッケではない。納豆軍艦。味が違うわ。 BTS の、多分これが全員のね、シールですね。これ300円します。結構この曲に強いんじゃないかと。中に何それは。ストロベリーの一応、こまごまイチゴソース。あ、ソース。あと牛乳が入ってるんです。あの、つぶつぶをこまごまって読むの。はい、やばい。最近、大丈夫。俺も最近ちょっとやばいなと思い始めてるでさ、その中の今の読み道がちょっと嫌だな。いや、すごいもん。2カ所ぐらい言葉を書いてる。おぉ、1ゴールだね。ああ、まあそっかそっか、そうなんだ。これで300円いいの。全然余裕。いいね。あ、まあもう頼まないけど。俺は飲み物きついし。ああ、そもそもね。おっと、水分で一気にキャパが来るね。てか、ミルクはちょっと怖いけど、ね。え、ここはディズニーか。お前もったいない使い方して。困る時店員さん手振ってくれる、うん、声かけてくれる。本日誕生日です。危なっ。2分2秒。ご相談した。これ油断したらやばいっす。4分ぐらいの感覚だね。ということで、注文しました。
僕が今回食べるものはグラランチの牛丼セット、フレッシュグレープ天然本マグロトロ一貫でございます。ちょっとね、つい気になっちゃって丼頼んじゃったね。いやでも見た目めちゃめちゃうまそうだよ。美味しそうだよね、ちゃんと牛丼。それでいきますよ、10分間よーいスタート。いただきます。牛丼をこの 3,4 年間食ってきた男が評価する蔵の牛丼。うまい。うまい。うまい。どまりだな。どまり。牛丼屋の牛丼じゃなくて、うん、コンビニの牛丼。あ、セブン。はいはいはい。セブンより。うん、おまあまあ、割とセブンもレベル高いですよね。しぐれ煮的な。あ、そう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 。あれもね、ほんと、たまに食うといい。そうよ。タイミングよ、あれは。量は、うん、あ、いや、波あるね。波よりないぐらい。波、ギリないぐらいか。うん、もう、お腹いっぱいの今、持ち出してるね。牛丼もさ、この前めちゃくちゃ食ったんだよ俺。ああ。しばらくいらないって思ってたから。牛丼に対してきついなって。そう。うん。牛丼やばそうだね、やっぱり。本当にやばい。味噌汁ってのも最高のコンボ。これがね、一見優しそうに見えるんだけど。これ怪物だから。完食です。えいーイエーイ。意外とないですね。まあここで焦ると南北中枢が襲われるから。確かに、マイペースに。ステーク過ぎてもどうにかなる。ならない、ならない。どういうこと。大丈夫大丈夫、俺権力あるから。真に受ける人いるから。はい、はい、よっしゃ、寿司だ。うまい。じゃあフルーツどうなんだろう。これ凍ってたら罪。うん、うまい。これある。うまい。シロップじゃない、これ抜いてるって。おい、これは骨は骨いて。ここでちょっとなんか2分、骨ある。骨じゃない、種だ。種じゃないけど骨ある。骨ある、骨あるんだ。これガチで余裕。これが200円。うん、あ、まあそう、嘘つく理由ないから。あ、ラスト1人。終わりです。うん、ごちそうさまでした。はい、残り57秒。ギリギリでした。2周目にしちゃうの結構ギリギリの感じの音ですね。ということで次ハヤデ君。はい、ということで2ターン目、私注文したのはマグロトロ一貫、納豆軍艦、炙り本マグロ一貫、エビ、生き締め、アナゴ一貫に青さのお味噌汁でございます。おっと、コスパにも頼んだね。いや、いいんです。飲み物のね、あの頭痛が来ちゃうってのが分かったから、温かいもので。じゃあ行きますよ。はい、10分間用意スタート。いただきます。これね、さっき食べたやつらに関してはもうパクパクといっちゃう。さあ、新作にこらよ。エビ大好きな納豆。この2巻に関しては、2巻に関してはもうここ、これっきりですよ。今楽しみの主翼だった。主翼だね。うん、やっぱ戦略的にじゃない。申し訳ないけど、うん、固定のメンバーはもうほぼ決まりつつあるから、俺だけ毎回紹介するときも同じものを登場しちゃう。まあまあ、それ戦略ですから。そうそう、これ繋げるための第一手という。はい、ごちそうさまです。では待ちます。はい、というわけで3週目ですね。これ3週目だよ。では僕が頼むのはフレッシュグレープ、オイガツオ醤油ラーメン、甘エビ一貫、パイマンゴーミルクでございます。また BTS あるんだった。行くぞ。はい、10分よーすだ。いただきます。うん、惜しくないです。控えめなすすり方じゃん。ここの甘エビね。マジで忘れてたそれ。忘れそうだな、言わなかったら。着々と乳製品入れてるけど大丈夫そう。300円ぶち壊しますで。マンゴービューレとパインスと牛乳です。おお、あ、こちらもうまい。フルーツミックス牛乳みたいな。ああ、なるほど。じゃあもうブルーベリーミルクもいかなきゃな。うん。さあ、デザートです。例のフレッシュのやつ。
軽い。今んとこお前の胃袋はスタミナ太郎みたいな感じになってる。そうだよ、すごいことになってるじゃん。俺は不安だよ。残り4分半なのにドリンクが残ってる。その日にタタテテじゃない。ちょっと あれがテテ、あれがテテなんだ。ローマ字読みじゃねえんだあれ。残り3分、胃がタプタプしてんじゃないの君。うん、どうしました。2分13分。いや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 、きついね。でもお前はもう一杯頼まないといけないという棒を背負ってしまった。なんで2本頼んじゃったから、もう3種類にも行かないといけない感じ。え、どういうこと。分からない。今のここまで説明させて。ああ、胸元に。でもう一杯頼んだ方がいいんじゃない。言った今。ということで、3週目の僕が回ってきました。今回注文したものはタトウキビアイス、ノルウェー生サーモン、エビ、生き締めアナゴ1貫、特大切りサーモン1貫です。それでは10分間用意スタート。いただきます。普通に見えた。普通に見えた。って言えば、眠い。あ、まずい。まあ、お前の服の眠いですね。俺らさ、高いやつ頼みすぎて、ワンチャンなくなる説あるじゃん。もう、僕らの本マグロってさ。ブルースティー。それはもう休憩？ああ、うま。一番わかりやすい例えは、黒糖。ああ。黒糖ってサトウキビだよね、確か。うま。はい。いやー、すごいね。ごちそうさまでした。3分17。まあ余裕ですね。まだ全然牛丼がいなくなった。おお。さあ、3週目ガースト早手くんいきますよ。まあ、さっきと変わったメニューとしてはフリッシュグレープが入ったぐらいですかね。あとはもう先ほど全部一緒です。では10分間用意スタート。いただきます。この辺はもう同じなんで、スパパッと食っちゃいます。味も食ってから感想も出ねえんだろう。うん、もう絶対うまい。やっぱね、油断しちゃいけないと思うんですよ。そうだね。オッケー、じゃあ俺も初めてのフレッシュのやつ。うまい。軽っ。軽っ。うん、めちゃくちゃうまくね、この具を。なんて品種なんだろう。いや、この縦長のあってさ、普通のブドウじゃないです。確かに。俺変なこと言いましたか。食ってるな。いやいや、おかしいやん。品種デラウェアとかあるべ。俺が一番大事。俺巨峰なんです。骨がない。骨は何もねえ。骨じゃねえ。魔物は近くで巨峰だが。それはほう。そりゃそう。待って、ブドウ重くない。重くないよ。余裕じゃん。絶対5分台キープするね。まあ余裕だからね。積むのは僕じゃないっすね。うん、ふん、これはないです。もうすぐだ。というわけでこれで4週目ですね。で、僕が頼んだのは厚切りトロサーモンと炙り中トロ、本マグロトロ、フレッシュグレープ、ブルーベリーミルクでございます。これで、シールを全種類ゲットしました。いつでも準備万端だぜ。よし、スタート。いただきます。あとまだ1分半。危ない、やばい。あ、やばい、やばい、やばい、ストーンが揃っちゃう。あー、まずい。BTS だった。揃うと。歌詞のフレーズしか言えなくなった。あ、そういうこと。まあ、ちょっと感想言ってもらおう。それしか知らないんだ。絶対それしか出てこないんだよね。あー、うまいわ。飲むヨーグルトだ。うん、ぶどうは効果、効果ですね。あ、きつくなってきた、なんか。いやー、でもぶどうがきつくなったらもうこれは。やば。じゃあ次行きましょう。ということで、4週目の僕が回ってきました。僕が今回頼んだものはエビ、特製厚焼き卵、フレッシュグループ、炙り本マグロ1貫、極み熟成フグポン酢、メロンムースケーキ。以上。ここに来てケーキ初登場。10分間用意スタート。いただきます。フグポン酢。歯応えあるんだね。おい、あ、どうも。
匂いがきつくなってきた。飯とこの海鮮の匂いやばい。この厚焼き卵をね食べたいと思います。重い。よし、メロンブース。わー、うまい。え、すごい。うわー、もうトークで作っとけばよかった。何がすごいんだ。口入れた瞬間、ここにメロンの香りが領域展開だね、これ。多くないのさ。多くない。へぇー、早くです。1分半の欲しい。ちゃんと遅くはなれる。まあ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 。ということで、3ターン目じゃなくて4ターン目でした。で、メニューはさっき同様のマグロの炙りにトロ1貫とうな丼1貫、青さにリンゴジュース。ほう、何だったの。フィギュアだ。おう、フィギュアだ。うちえ、うちまた。ちょっとそれでは10分間ではスタート。いただきます。さあ、始まりました。さあ、始まりました。おっと、さあ、始まった。終わり程度なんだよ。無料早いの、マジで。お前、うん、え、おかげさまで。おい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 、7分10秒残り。じゃあ、次行きましょう。はい、というわけで、私のターン5周目ですね。本マグロトロ、贅沢いくら軍艦、リンゴジュース、ブルーシーのチョコレートでございます。あー、もうね、やばいです。脂身がきついんですけども、ちょっと妥協しないといけない部分が一つあって、マグロを食べました。もうでも今日 BTS からパワー回ってきたら、ほら、体中 BTS です。いくぜ。ズップ用意。スタート。いただきます。スターティングスタート。うわっ、めっちゃうまいかもね。ちょっと待って、急に元気なくなるの。いいですね。もう目がトローンって、バグったファービーみたいな顔してたもん。やばい。もう恥ずかしい、恥ずかしい。あ、向こう側に見えるから。めっちゃ見えるから。しかもめちゃめちゃ BTS です。じゃあブルーシープ。うまっ。ここに来ちゃったから。もしかしてクリアできないの。いや、できる。え、これ結局タク。あ、結局タク。結局J-HOPE、V、ジミン、ジョングク、シュガー、RM、ジン、グク、テテ、テテは誰？グクか。じゃあテテって誰？あれ、グク。やばい、やばい、まずい。やばい、やばい、残り1分48秒。応援して、応援して、応援して、応援して。俺なら余裕、俺なら余裕だよ。やべ、さすがに。それが一番の応援だ。さすがに、この俺でも余裕。めっちゃいい子だ。10、9、8、7、6、いきます。5、4、3、2、4。全然入ってねえやないか。くそ、終わっちまったな。終わっちまったな。何週目だっけ。5週だから。12回ぐらい。終わったんだ。1万2000円使い切りました。というわけで、惜し、はい、惜しくも僕で終了してしまいました。はい、1万2000円ぐらいね、食べてましたね。またくら寿司に貢献できたので良かったです。はい、というわけで皆さん、高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。年内30万人目指してるので、 TikTok の方の拡散の方もよろしくお願いします。お願いします。それではまた次のくら寿司企画でお会いしましょう。さよなら。バイバイ。風を切って走ってゆく心の街へと、oh, oh, oh. 本日もご視聴ありがとうございました。次回のアクセンターズは24時間でお米何キロ食べれるか対決。今回はおかずが命、白米で何キロ食べれるか勝負してきました。お米にはもう無限の可能性がありますから、いろんなアレンジ、食べ方がね、登場すると思います。お楽しみに。